バイキンのジョーです。前回の B5 ハヤブサマーク2の開封動画は見てくれたかな？っていうことで今回はこれ B5 マーク2オーバークロス E6 で遊んでいこうと思ったんだけど、説明書を見てみたらね、リンク合体クロス合体よりねかなり難しそうな感じです。説明書では2ページ分だね。やっぱりね、なんかちょっと難しそうなので、説明書の手順に沿ってね、一つ一つ確認しながらオーバークロス合体で遊んでいきたいと思います。はい、っていうことで今回のオーバークロス合体に必要なシンカリオンを改めて紹介していきましょう。まずはこれ、 E5 ハヤブサマーク2、そして上空探査機ハヤブサ、そしてこれが E6 小町でね、E5 マーク2も E6 小町もね、この状態じゃオーバークロス合体ができないので、まずはじめにね、オーバークロス合体に必要な準備からしていきたいと思います。まずは E6 小町から準備をしていきましょう。最初に踏み切りガンを取り外して、シンカリオンモードの状態から上半身下半身を分けます。で、 E6 の上半身を一度ね、新幹線モードに戻します。これで E6 の準備は完了じゃなくて、忘れるところだった、これも使います。 E6 小町のヘッドギア、これで今度こそ E6 の準備は完了。で、次に準備するのがこれ、上空探査機ハヤブサ。ハヤブサはね、こんな感じに各パーツごとに分けるんだけど、上からハヤブサボディ、ウィング、スタビライザーベースで、ブースターに中間車カバー、そしてこれがヘッドギアだね。こんな感じにパーツを分けておきます。次は E5 ハヤブサマーク2の準備をしていきましょう。まずは武器パーツ、改札ブレードとブレードケースを外して、シンカリオンモードの状態で腕を外します。で、 E6 の時と同じように上半身と下半身を分けます。これで E5 ハヤブサマーク2の準備は完了。はい、こんな感じにね、各パーツごとに分けて準備の方がね完了したので、ここからねオーバークロス合体の方を進めていきたいと思います。まずはマーク2の後尾車、下半身部分だね。この下半身部分を2つに分けて、ここにねジョイントパーツがあるので、ここをしまいます。で、次にこの腰のパーツをちょっとね斜めになっているので、まっすぐになるようにカチッというまで動かします。そして反対側、左足のパーツも、あ、これはねジョイントパーツがないので、左足の部分はね腰のパーツをまっすぐになるようにカチッと動かします。で、右足に戻って新幹線パネルのねアームを直角に起こします。で、新幹線パネルを180度回して、こんな感じ、左足も同じように、今度は反対側から見てみようね。アームを直角に起こして、新幹線パネルを180度回転。こんな感じだね。そして、さっきのね、アームと新幹線パネルを上の方にググッと動かします。反対側も同じように、アームと新幹線パネルを上の方にググッと動かして、こんな感じ。でね、次はちょっと難しくて、まずはね、ここにある車輪を引き出して、太ももを動かすんだけど、膝からググッと曲げるように折りたたむ感じかな、こんな感じです。別の角度、側面から見てみるとこんな感じで、反対側も同じように、まずはね車輪を引き出して太ももを折りたたむように動かします。あ、そうそう、このね裏の方、膝裏っていうのかな、このあたりにね、ここに突るとへこみ部があるので、そこをねうまく合わせるように差し込むと、うまく畳むようにね動かすことができると思います。次は足の部分だね。このね足首のパーツのところに軸があるので、ここをね180度回転させます。反対側も同じように足首のパーツを180度回転。で、次は今回転させたところのここの部分につま先があるので、こんな感じに折りたたむように動かします。そしてこの部分にねジョイントがあるので、起こす感じです。反対側も同じようにつま先を折りたたんで、ジョイントパーツを引き出す。
でね、次はこの部分にね穴があるので、先ほどね180度回転させた足首パーツをさらに90度回転させて、さっきね引っ張り出したジョイントをこのね穴の部分に合わせて差し込みます。この時ねちょっとうまく入らなかったりするので、その時はね新幹線パネルのアーム部分少し押してあげるとうまく差し込むことができます。反対面から見てみるとこんな感じだね。で、反対側も同じように足首のパーツを90度回転させて、ジョイントをねアームの穴の部分に差し込みます。こんな感じで、次にこの膝アーマーの部分を下の方にねぐるぐっと動かします。反対側も同じだね。膝アーマーを下の方にぐぐっと動かす。はい、っていうことで後尾車部分の変形はこれで完了。なんだけどこれはもうどこがどこだかわけがわかんないね。うん。でね、今度はこの後尾車、変形した後尾車のパーツとこれ E6 小町を組み合わせていきたいと思います。まずは新幹線パネルを倒して、ここにね突部があるので、ここと E6 のね足の裏にある穴の部分を合わせてセット。この部分だね、ここをググッと押し込んで、でつま先部分をこのね新幹線パネルのところにね枠があるので、そこに合わせてセットしたら新幹線パネルを起こして完成。で、内側から見るとこんな感じなんだけど、ちょっとわかりにくかったかな。もう一回やってみるね。一度外して、このね突部と穴の部分を合わせてセット。でね、この新幹線パネルの裏側の方にねこの四角い枠があるので、ここにねつま先を合わせたら新幹線パネルを起こします。こんな感じ。じゃあね、反対側の足も同じように突部と E6 のかかとのね穴の部分を合わせてセット。で、つま先を新幹線パネル内側の四角い枠に合わせてパネルを起こす。これで E6 と、MAX2 のね足の部分の連結が完了。で、下半身部分最後に取り付けるのはねこのブースター。このねブースターの下の方にあるねフックが外側になるように、このちょっと飛び出てる部分だね、この部分が外側になるように膝のこの部分にセット。そして反対側も同じようにフックが外側になるように膝の部分にセット。よし、これで E5 マーク2オーバークロス E6 の下半身部分の完成。じゃあね、次は上半身部分を組み立てていきましょう。まずはねマーク2の背中のこの部分、後部パネルと連結器を下の方にぐぐっと動かします。まっすぐにする感じだね。で、次にボディを開きます。よし。で、この時このね胴体部分っていうかね真ん中に来るこの部分のパーツをちょっとね下の方に押してあげると綺麗にね開くことができると思います。こんな感じだね。でね、次はこれ小町の先頭車。このね小町の先頭車のこの部分にね4つ穴があるんだけど、そのうちねこの前の方にね2つ穴があるので、そこにねこれ E5 のね頭の下の方に突部があるので、そこと E6 のこのへこみ具穴の部分だね、その部分を合わせてセット。こんな感じだね。少し前の方からも押した方がいいのかな。うん、正面から見るとこんな感じ。次はこれマーク2の腕の部分だね。で、この腕の肩パネルの部分かっこいいよねこの部分。うん。でね、このこの肩パネルの部分をねぐぐっと引っ張って、反対側も同じようにぐぐっと引き出して、よし、両腕の肩の部分はこんな感じ。で、次はこれ、これは中間車カバーだね。でね、この中間車カバーのこの裏側にあるこのねパネル部分を起こして、拳を出します。この時ね拳を出した後も引き起こしたねパネルはそのままにしておいて大丈夫です。反対側も同じように中間車のねこの裏の部分にあるパネルを起こして、拳を取り出します。で、こっちの拳も、パネル部分、引き起こしたパネル部分はそのままで大丈夫です。で、次はマーク2のね右腕拳部分の穴にさっきね組み立てた中間車カバーの突部を差し込みます。で、中間車カバーのパネル部分を閉じて、これでね右腕の完成。で、反対側も同じように左腕の拳部分の穴に中間車カバーの突部を差し込みます。ぐぐっと押して、で、最後に中間車カバーのパネルを閉じれば左腕の完成。これでオーバークロス合体のね腕になる部分は完成です。
これが最後の工程だね。一番最初にね、動かした後部パネルと連結器。この部分にね、凸部と凹み部があるので、ここを合わせるようにググッと上の方に動かしていきます。ちょっとね、合わせる角度が難しいんだけど、こんな感じです。でね、反対側も同じように後部パネルの凹み部と車両本体のね、凸部を合わせてググッと持ち上げます。凸部を合わせて、よし、これで上半身部分の完成。じゃあね、完成した下半身のこの部分、この部分と上半身のこの部分だね、ここを合わせて連結していきたいと思います。次に両腕をセット。ここでね、ウイングとスタビライザーベースを取り付けるんだけど、この部分をね、90度に折り曲げて、もう片方のね、ウイングとスタビライザーも90度に折り曲げて、こんな感じだね。で、肩のこの部分、この部分にね、凸部とへこみ部があるので、ここをね、合わせてググッと押し込みます。で、反対側も同じように、ここにね、凸部があるので、ここをね、合わせるようにググッと押し込んでセット。で、マーク2の頭部、この部分にあるね、角を収納して、まずはね、マーク2のこのヘッドギアを取り付けます。で、次にこれ E6 のね、ヘッドギアをセット。もうかっこいい。よし、もうすぐ完成だからね、動画を見ながら一生懸命組み立てているお友達も、ちょっとね、一緒に最後まで頑張ろうね。ってことで、次はこれ、はやぶさボディ。はやぶさボディはね、ボディを開いて頭を収納、ジョイント部分を動かしてね、カバーを閉じます。で、このすごくね、コンパクトになった状態のはやぶさボディを背中のこの部分、この部分にセット。最後に武器パーツ、ブレードケースにこの踏切ガンをセットすれば、改札ライフルの完成。では、お待たせしました、この改札ライフルを装備すれば、 E5 はやぶさマーク2オーバークロス E6 の完成。はい、ということで E5 マーク2オーバークロス E6 のね、オーバークロス合体方法の確認はいかがだったでしょうか。いやー、すっごいかっこいいけどね、ジョーもね、一切練習なしでぶつけ本番でね、今回オーバークロス合体に挑戦したので、なかなか難しくて苦戦しました。もちろんね、マーク2は他のデラックスシンカリオンシリーズともね、オーバークロス合体できるので、ジョーもね、今回だけじゃちょっと覚えきれなかったし、またね、オーバークロス合体動画にしていけたらいいかな。いや、した方がいいよね。していきたいと思います。どのシンカリオンにしよっかな。あ、そうだ。もしね、このシンカリオンとのオーバークロス合体見たいよっていうね、リクエストがあったら、コメント欄にね、書いていただければ、優先的に動画にしちゃうかもしれません。っていうことで、今回は E5 マーク2オーバークロス E6 の合体方法の確認でした。今回登場したシンカリオンの他にも、男の子向けにユーソージャーやアニアの動画、女の子向けにリカちゃんやプリキュアの動画、小さなお友達向けにアンパンマンの動画など、家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキー。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキー。